わっちゃらな情報わっちゃナな情報大家好き日本の皆さんこんにちは僕はジャケジャンです今日6月14日はレモネードスタンドの日レモネードスタンドを通じて小児がんのことをたくさんの人に知ってもらって支援を伝える日です レモネードスタンドとは、アメリカでは夏になると子供たちのお小遣い稼ぎとして定着しているものです。それがなんで小児がんを知ってもらったり、支援したりすることにつながるのか。レモネードスタンドを利用して昔、アメリカのとある小児がんと戦っていた少女が、 自分と同じような病気の子供たちのために治療の研究費を病院に寄付したいという思いで自宅の庭にレモネードスタンドを開きました。この活動はテレビなどにも取り上げられ全米で知られるようになり多額の寄付金を集めることができました。これを機に、 レモネードスタンドはお小遣い稼ぎの体験を楽しむだけではなく集めたお金を小児がんの治療のために寄付をするという社会貢献活動としても広がっていたのですそんなレモネードスタンド日本でも始まっていますあ小児がんは日本の1歳から14歳の子どもの 死亡原因第一です。しかも年間約2500人の子供が小児がんにかかっています。とても身近な人がかかるかもしれない小児がん。その進行は早く、すぐに入院を迫られます。そして、長い治療が必要になります。がんになった本人はもちろん、 お金の問題や精神的な負担が長い間、家族にものしかかります。小児がんというのは子供がかかる様々ながんの総称です。小児がんは一般的に15歳以下で発症するがんのことを言います。主なものに、白血病、のしを、あ 神経瘍腫、悪性リンパ腫、腎腫瘍などがありますが種類は多種多様ですああ。胃がんや肺がんなどは子供には見られません。血液のがんである白血病や悪性リンパ腫を除くと大人ではまれなものばかりです。小児がんは大人のがんとは性質が 全く異なるものばかりです。あ日本では小児がんの治療方法を開発したり患者を支援するために充てられる予算がアメリカやヨーロッパに比べて少ないのが現状です。そのため小児がん支援の仕組み作りが他の国よりも遅れています。医療先進国の イメージのある日本だけど小児癌を取り巻く実情は違いますレモネードスタンドで集められた寄付金は小児癌支援団体へ送られ小児癌のために使われます今年は新型コロナウイルスのためレモネードスタンドを開くことがなかなか できないかもしれません。でも、もし、今後、街のどこかで、レモネードスタンドを見かけたら、ぜひ、一杯でいいですから、買ってください。その一杯が、小児がん治療の支援につながります。ぜひ、よろしくお願いします。あー、あと、宣伝ね。こちら。 僕はレモネード屋さん、文 A 円島四郎さんですあ。これは僕のいとこの息子があ考えて書いた絵本です。あ小児がんのことが書かれています。アマゾンでも発売しています。ぜひ家庭読んでくださいね。あこれを書いたロ郎君も、あ確か。うん 3歳の時に小児がんになりました。脳腫瘍でした。あそ,のね、そして友達のことも書かれています。ぜひこれ読んであ小児がんのことをあたくさんの人に知ってもらえたらと思います。あこれは本体1500円プラス税金税、消費税かかります。 あこの本の売り上げもその小児がん支援の方に回りますのであこれを買うことによって小児がん支援にもつながりますぜひよろしくお願いしますあ今日はレモネードスタンドの日だったので真面目な動画になりましたでもこういうことも大切ね <laughs> ああではまたね今日はこの辺でじゃあまたバイバイジャキーちゃんでした Hey